テレポビズ。アメリカニューヨーク州で21日、高校生など40人以上が乗っていたバスが高速道路から外れて転落する事故がありました。地元警察によりますと、43歳と77歳の女性2人が死亡、5人が重体だということです。バスにはニューヨーク州ロングアイランドの高校のマーチングバンドのメンバー40人と大人4人が乗っていて、東部ペンシルベニア州で開かれる音楽イベントに向かっていたということです。As soon as I picked my head up, the kid next to me was covered in blood. I saw blood everywhere. 警察はバスの前輪の部分に何らかの損傷があり、事故につながった可能性があると見ています。